どうも、はだるこです。今日はね、ということで、はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ツイッター、インスタのフォローもよろしくお願いします。ということで、今回の企画なんですけども、そこの男子諸君、自分の体重の8割のベンチプレス、何回上げれますか？これやっていきたいと思います。そうなんですよ。今回てっぺんっていう番組で自分の体重の8割の重さのベンチプレスを何回上げれるかっていう番組があるんですけど、それに今回挑戦していきたいと思います。そう、なんか昔から言われてるのであれば、自分の体重を持ち上げれて1人前 1.5 倍持ち上げて力持ちだったかな、確かそんなのがあるんですけど、今回は自分の体重の8割だから、自分の体重かける 0.8 をした数を何回できるかっていう話なんですけど、歴代のこのテレビでの記録、これちょっと2019年の記録なんですけど、やばいんですよ。第4位 K1 のマサト選手で31回、第3位中山きんに君39回で、第2位清原ひろしさんというのは、ちょっと存じ上げてないんですけど、すいません。ちょっと知識不足で、すいません。清原ひろしさんが41回。で、優勝1位が、武田ち、ってやった。一番噛んじゃいけないとこだ。武田真治様。筋肉マンのトランペットで来ますよ。武田ち、いやー、ちょっと109回、これやばくない？一人だけズバ抜けてんのよ。109回ですよ。で、この記録に今回挑戦していくんですけど、僕の体重が今約50キロなんで、 50.3 キロとかなんで、その8割で40キロのベンチプレスを何回上げれるかっていう話なんですけど、あれだけゴリゴリに筋トレしてる人とか、格闘技やってる人とかで31回とかなんで、僕がやったところで15回いくかな、いかないかなくらいだと思うじゃないですか。30回いきます。じゃあ早速いきましょう。さあ、いくぞ。 Have you ever felt? Are you listening? Damn. さあ、ということで、こっからは副音声でやっていきたいんですけど、10キロつけて、バーが20キロあるんで、ちょうど体重の8割の40キロ。これで、いきたいと思います。これが気合の舞です。今、気合入ってます。体に。気合を。すいません。それじゃあ、いきますよ。早速。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1。まだ、おっと、大丈夫。まだ大丈夫ですよ。まだ余裕。もう30を超えなきゃいけないから。はい。ちょっときつくなってくるか？大丈夫か？まだ。おっと終わりか？もう、だ、よし、こっからですよ。こっから、まだ、いける。よし、いいぞ。まだいける。よし。いけ！やばいか、もう無理か？こっから上げるの無理か？きついか？アウトいっちゃってる。ここが僕のハダザースカイ。はい、ということで、ちょっと行ってきましたけど、ちょっと待って。4位の人が29回だったんで、30回行けばランクインできるということで、目標30って言ってたんですけど、僕の記録24。あれ？